暑い時はやっぱりカレーやねってことで、奈良のカレーハウス見に行くで。はい、近鉄奈良駅からバスに乗ってひとてる城油坂船橋商店街前で降りてからの、JR 奈良駅方面へ南へ歩いていきます。5分ぐらいかな。どんどん歩きます。はい、こちらも初めて行くんですけどね、これ普通に歩いてたら絶対分からへんで、ここなんです。はい、こちらはおっさんが奈良を中心に関西で食べたり飲んだりブラブラしたりしてますチャンネルでございます。登録グッドボタンもよろしくお願いします。この路地の入り口にこうして看板があります。1997年からやってはるってことはもう26年やってはるってことやね。すごいね。そしてこの路地の奥へ行くとお家がありまして、ここがお店になります。では入っていきましょうか。お邪魔しますってことで、カレー専門店メニューはこちら、初めてってことで普通のノーマルカレーにとんかつトッピングをしました。イエーイ、めっちゃ美味しそうやろ。はい、2023年7月の初旬に行きましたんですけどね、暑い時はやっぱりカレーに限るねってことで、早速いただいてますけど、カレーの中に入っている牛肉もめっちゃ美味しいし、このルーもめっちゃいいっすよ。そしてとんかつ、結構厚みのあるとんかつ、とんかつのこのお肉はね、そんなふわふわな感じじゃないけど、カレーに合う厚みのある、そしてボリュームのある美味しいお肉でございます。行った時はねランチタイムずらして行ってるので私だけでしたけど、なかなかここが人気店らしくて、お昼はいつも混んでるらしいです。まあそらそうやな。いやー美味しいっすわ。ご飯が選べるみたいで、麦ご飯か白ご飯かってことでしたけど、私はもう普通に白ご飯にしました。イエーイ。おっさんの一人すぎる Vlog。 白い T シャツ着てカレー食べに行くのちょっと危険な気もしたけど、ハハハハ。一口目いただいた時から、あ、いい香りのカレーやなーって思ったのと、辛さが絶妙ですね。あんまり辛すぎるの私ちょっとあれなんですけど、こちらのは本当に最高でした。そしてサラダとヨーグルトとアイスクリームが選べるんですけど、まあ暑いのでアイスクリームにしました。食後のアイス、いやこちらもええね、はははははってことで、めっちゃ美味しかったです。やっぱり暑い時はカレーやで。これで3回湯だった、はははは。今度来た時は違うトッピングにしてみよう。ほなまた。最後までご視聴ありがとうございました。